ボールパイソンのイエローベリーが、産卵してました。イエローベリーはホモ接合体になるとアイボリーっていう白い蛇になります。卵は4つと1つ、これもね、有精卵だと思います。外に出ちゃったから湿度が下がってこんな風にしわくちゃになっちゃってるんですけど、まあボールパイソンの卵大きいし、これぐらいだったらすぐ湿度吸ってまた戻っていくと思います。でアイボリーは白いヘビなんですけど、頭の方とか少しまあ若干柄が残ったりするようなモルフです。ウィザンなんですけど、まあしっかりした卵ですね。5個産んでくれました。まあ結構産んだ後やのにそんな痩せてる感じもなく、ちょっとこれ飛んでくる感じですね。めっちゃ攻撃耐性。イエローベリーっていうのはお腹が、黄色くなる、この部分が普通のノーマルよりもこういう風に黄色くなるんでイエローベリーって言うんですけど、まあ単体だとあまり分かりにくい、ノーマルとそんな変わらないのかなっていう風な感じなんですけど、他のモルフとコンボにして組み合わせた時とかに、色調色合いにすごい変化をもたらしたりだとか、あとはイエローベリーコンプレックスって言って、他に副対立遺伝子で、同じようにホモ接合体になった時に白くなるようなモルフっていうのが、まあ白っていうか粒子ほどじゃないんですけど劇的に変化するようなモルフっていうのが、あります。そういったモルフですね。こんだけの体にね、よくこれだけ大きい卵入ってるなってすごいね、いつも思いますね。まあ、キャンドリングしなくても分かるぐらいしっかりとした有精卵かなって感じですね。結構卵、ヘビの卵は水分って大きくなるんで、まあ、生まれてくる時にはもうこれもっともっと大きくなってます。すごい恐竜の卵みたいでワクワクしますね。ということで本日の産卵は、イエローベリーとイエローベリーの交配でアイボリーの生まれる可能性のある卵でした。